こんにちは、トイズガオです。はい、チャンネル登録者数5000人突破、誠にありがとうございます。いやー、本当にね、やっと5000人超えました。今もう5192人ですけども、まあね、1000、2000、3000、4000、そして5000超えたところでもね、安心はできないということで、ここまでちょっとね、引っ張ってみました。なぜかというとね、ちょっとこの数週間でガガガッとこう増えて5000いっちゃったんですね。ガガガッと増えていっちゃうってことはですね、ガガガッと下がるということも考えられるんで、ちょっとね、様子を見ておりました。でですね、僕としてもね、この段階で5000人超えるというのはね、考えもしてなかったことで、ちょっとね、気になるグラフをね、見ていただきたいんですけども、はい、こちらね、今月のね、僕の動画の視聴回数のグラフになります。2018年6月1日から、今日はね、今29日なんですけども、6月27日までの集計が一応ここで出てまして、このね、グラフを見ていただけるとね、ちょっとね、おって思いますけど、この6月13日あたりからですね、それまではね、だいたい、これね、1日につき5000ぐらいの平均で、視聴回数は行ってたんですけども、この13日あたりからですね、いきなりガガッと上がりまして、2万回、1日2万回の日とか、ここで3万7000行って、でピークに達して18日に5万3000、もうこれ僕のチャンネル史上一番1日で再生数があったというところですね。まあ他の方に比べれば全然なんでしょうけども、これ僕としてはね、一番再生数があったなという1日でしたね。で、ピークを迎えまして、だんだんとこう緩やかに下降していきまして、でまあ、今現在はこの1万とか2万とか、1万4000、5000、まあ、2万いけばいいぐらいのあたりなんですけども、この、まあこれでね、まあ下がってほしくないなとは思うんですけどもね。で、これなんでこうなったのかと。いきなりここでなんで上がったんだろうと。まあ理由はわからないんですけども、どの動画が一番伸びたかっていうのが、それはちょっとわかるんですけどもね。ここでちょっと動画の方をね、どの動画かっていうのを見ていただきたいと思います。はい、こちらにね、いろいろと数字が出てますけども、これがタイトルですね。タイトルにカーソルを持っていくと、ここにね、どのような動画かっていうのが出ますので、この一番今再生数稼いだのは、この、ネタバレ注意、ルパパトがビルドに変身。VS チェンジャーでビルドの認識プレートを作って仮面ライズ。これはですね、VS チェンジャーで、ネタバレですね。ビルドっていう音声が鳴るという。それが、5月19日に公開した動画なんですけども、これがですね、それまでは数千回ぐらいだったんですけども、その6月13日あたりからガガガッと上がりまして、今ではこう10万回をね、超えたと。それプラス、このジーニアスボトル関係ですね。ジーニアスボトルの、認識プレートを分解して、いろいろと音声を鳴らすというのが、その動画をですね、2つここで上げてるんですね。でもこれ6月14日なんで、ちょうどこの、VS チェンジャーの動画が上がり始めたところで、偶然というか、なんというかね、たまたま14日に、上げてます。この2本をね、14日、15日に、こちらのね、動画を上げたところ、これがね、あれよあれよと、4万、この最初に上げた方は4万6千。で、次にね、この、コメントをいただいて、これもやってくださいっていうのをね、やってみたら、
これが6万5000いってますね。で、この辺のがですね、じわじわ上がってきたので、なんだろうなと思って、で、もう一個ね、ちょっとやってなかったことがあったので、ちょっと試しに、これ上げたらどうなんのかなと思って、今度はね、ジーニアスフルボトルの認識プレートをね、いちいち分解して外すのがめんどくさくなったので、作ったわけですね、プレートを。前作ったものを改造して、認識ピンの配列設定して作ったんですね。で、これを上げたところ、こちらも、これは6月20日に上げたんですけど、これも4万を超えまして、で、それになんか付随してるのかなんかわからないですけど、これもウルトラマンのルーブジャイロ、おもちゃショーで、係の人がね、動作しているものなんですけども、これも、まあ、これはね、まあ、徐々に上がって、今2万8000。まあそんなもんですかね。なんと言うんでしょうね。自分の、その普通のね、ネタバレの動画は結構再生数が上がってますね。上位にね、ネタバレ注意っていうのが、ね、めっちゃ食い込んでますけども、皮肉なものでね、普通にレビューしたものが数百くらいしか再生数いかないのに、このネタバレの動画ばっかりね、満単位で行ってしまうというのは、ちょっとね、僕としてもこれ本当にね、数分で作った動画なんですよね。この何の気なしに気まぐれで本当にどうでもいいと言ってはどうでもなくはないんですけども、ちょっとね、これ、なんて言うんでしょう、本当に魂込めてね、動画を作るというものがあるとすればですね、これは本当にちょっとね、遊び心でやったぐらいのものなんで、本当に皮肉なもので普通にレビューしたものが上がらないっていうのがね、僕としてはちょっとまあ若干悔しいかなっていうのはあるんですけども、まあでも本当に再生数上がってくれるのは本当嬉しいのでね。で、これこういうのがあってですね、いろんな人に見られた結果、このチャンネル登録者の推移もちょっと見てみたいと思いますけども、こちらがチャンネル登録者数の推移、今月の分のですね、6月のチャンネル登録者数の推移ですけども、まあ、これもね、この6月13日ぐらいを機に、ここで一気にね、この、まあ大体1日、まあ1日というかね、1ヶ月で100人ぐらい上がればいいかなってぐらいのところだったんですよね。それまではね。だから、その、この時点で、4600人か700人ぐらいだったと思うんですけども。だから、あと2、3ヶ月ぐらいかな、と、のんびりしてたんですね、僕もね。その、5000人到達するのは、もうちょっと先かなと思ってたんですけども、ここで一気にですね、1日37人とか、51、この、まあ、結構な振り幅ありますけどもね。まあ、だんだん増えていって、まあ、結果5000人を超えたといったところですね。まあ、ちょっとね、この YouTube ではいろいろなね、不思議な奇跡みたいなことがいろいろ起こりうるんでね、こう、手放しで喜ぶべきなのか、ちょっとね、気を引き締めていくべきなのかね、考えてしまうところなんですけども。まあね、5000人超えたということは本当にね、嬉しいことなんで、今回はね、賑やかに盛大にやってみたいと思います。はい、ということで、まあいろいろとね、ベラベラ長ったらしいおしゃべりはどうでもいいんだよというということが聞こえてきそうですけども、皆まで言うなと皆まで言うなということで、今回5000人突破企画、プレゼント企画をやっちゃいます。はい、このチャンネル初めての試みですが、なのでね、いろいろとプレゼントをね、かき集めてきましたちょっとまあいらないものばかりで申し訳ないんですけどもね、僕としては選びに選んでね、まあこれはあげていいなとか、これは取っとこうとか、そういうのを選んで何点か抜粋したので、ちょっとここでご紹介したいと思います。応募の仕方はこのプレゼント全部紹介した最後に言いますので、最後までじっくりご覧ください。で、まずはね、こちら。はい。これ見てね、
すぐ分かる方はね、本当にすごいなと思いますけど、あの仮面ライダーエグゼイドのニコが被っている帽子的なものです。これ動画でもやりましたけどね、あのサンキューマートで390円、まあ、税別ですけど390円で仮面ライダーエグゼイドのね、ニコが被っている帽子的なものが390円で買えるという動画をねやりましたけども、その帽子をですね、僕3つ買ったんですね。で、この2つ余っているので2つ、まあ1個1名様で2名様にね、こちらプレゼントいたします。で、これね、なんで3つこれお取り寄せしたのかと言いますと、このね、2個の帽子っていうのは向かって左の上のあたりがこう明るい色になってるんですね。この生地自体がこのランダムで使われているものなので、なので柄が同じものが一つとしてないその部分を使うということがね、ランダムで柄を使うのでこの同じ柄になるということがないので、この似たようなものをちょっと僕探してたんで、3つね注文してみたんですけども、まあ一番近いのはこれかなと。この辺が明るいというのはね、まあもうちょっとこの辺がね明るいんですけども、なのでまあ僕は自分これをね自分のものにしてで2つはね、ちょっとその2個の柄とは若干離れるんですけども、まあデザインとしてはこれ同じものなんで、まあコスプレやったりねする方はこれ欲しいんじゃないかなと思って、まああと2個のファンの方もね、これと一緒にね、クロニクルガシャットのライドプレイヤーバージョンをね、飾ったりとかすればいいんじゃないかなと思います。なのでこれをね、1人1個の、合計2名様にこちらを差し上げます。で、まず2個の帽子ですね。はい。はい、続きまして、こちら、ゴーストアイコンのキラキラメッキバージョン。これはですね、これも動画でね出しましたね、あの100円で全部買えたよっていうのがね、これのね、あのこの全部買った中で持っているものがあるので、この持っているものは、プレゼントとして出そうかなと思います。これね、全部100円で買ったんですけども、これ僕が動画の中でね、これ100円はちょっとね見る目がないんじゃないかみたいなことを言ったんですけどもそれを見たのか何なのかわかんないんですけど、次に行った時にはこれもう300円ぐらいになってましたねはい、なので今は100円では買えないので、まあ貴重かなと。でこれ全部4個セットで1名様に差し上げます、ゴーストアイコンのキラキラメッキバージョン4個セット、こちら差し上げます。はい、続きましてこちら、ちょっとね、この物の価値の振り幅がね大きいですけども、これ直眼の、ひなわ大大 DJ 中、これもね動画でやったんですけども、これもこれ2個セットで何百円とかだったんですけどね、このもう1個これ作ったんですけども、ちょっと今どこに行ったかわからなくなってしまったんですけども、ね、2個あったんで、これをね1個これをね肉見立てるもの説明書とかないんですけども、まあ簡単に作れるとは思うんでね、まあなんかの動画で出してる方が多分いると思うんで、その YouTube の動画とかね見ながら組み立てていただけるとできると思いますんで、これをね1名様に差し上げます。はい、続きましてこちらウルトラマン関連ですね。まあ僕はあんまりウルトラマンの動画とかやりませんけども、まあ、ちょっと一時期はねハマっていてやってたんですけども、ちょっと最近はそこまで手が出ずにいましてね、ちょっと今回のねウルトラマンルーブの方もやるかどうかはわからないんですけども、これ結構前のファミマのキャンペーンのやつでね、これがこれですね、まあこれお買い物をするとこれがこのねウルトラマンのキャラクターのカードがもらえて、でこの偽ウルトラマンを探せという企画でファミリーマートでね、なんかパネルがあって、そこの中から偽ウルトラマンを刺して店員の方にね、これですって言うと、ステッカーがもらえるというね。で、これをもらいましたので、これをね、差し上げようと思います。で、これ、いつかわからないんですけど、ウルトラマンフェスティバルの、スタンプラリーのね、
多分池袋だったと思うんですけど、池袋のねサンシャインシティの中を回ってスタンプを集めて、で最後にもらえるというものですね。これも差し上げます。これ全部セットです。で最後これ、これはねちょっと貴重かどうかわからないんですけども、これは中古ショップで見つけたんですけどね、と中古なんでこう若干傷とかあるんですけどもね、この何のシリーズかわからないデータカプセルなんですけど、でこれ電源を入れてボタンを押すと音が鳴ります。はい、これだけです。はい、これだけなんですけども、まあ貴重かなと思うんですけどもね、まあ、ウルトラマンのファンの方には喜んでいただけるかなと思います。はい、でこの全部ね、このセットを1名様に差し上げます。はい、続きまして、こちら、熱血トーカーズラモス・ルイ・セルジオ・エチゴ、こちらですね。あのこれも動画出しましたね。まあ今ワールドカップやってますけどもね、日本もなんとか決勝リーグにたどり着けたという感じで、7月に入ってから、決勝トーナメントにね進むわけですけども、これをね動画見てない方にはねちょっと何のことやらって感じなんですけども、はい、でこれがですね、おもちゃ屋さんの倉庫というところで1個100円で売っていたので、この動画に上げたもの2つともう2つ買っていました。でこれどういうものかと言いますと、このセルジオ・エチゴさんとラモス・ルイさんが、解説をねやられてる方なんですけども、その時にね結構熱いことを言うんですね。その熱いことをこれをボタンを押すことで喋ったりすると、で1回押すと、ナイスプレーの時の音声で、2回押すと、カツを入れたい時の音声で、で長押しするとゴールの時の、歓喜の音声が聞けます。今のプレーは世界的なレベルですね。魂がこもってますね。はい、このようになりますね。で2回押すとボタンを出せるんだ、攻めろ、判断が遅すぎる。はい、このようにカツを入れてくれます。で長押しするとやったやった素晴らしい、ほら決めた、素晴らしいボールだった。はい、このようにね、いろんなことをね、まあランダムで、全部で32種類の音声がそれぞれ入っております。これ、まあワールドカップ期間中なんで、まあ日本が試合ある時にでもね、多分これ、日本の試合向けだと思います。他の国の対戦中にこれをね喋らせてもいいんですけども、まあでもあのこれをね届ける頃には、ワールドカップ終わってるか、その日本がもう決勝トーナメントでもう負けちゃってるかもしれないんですけどもね、あの欲しいという方は欲しいと、この熱血トーカーズが欲しいという風に書いてください。はい、まあ次のね4年後のワールドカップでも使えそうなので、まあ実際これね2014年のブラジル大会の時にね、発売されたものなんでね、これをね4年越しでこれ僕が使っております。はい、なのでこれをね2つセットで、差し上げます。はい、続きまして、はい、こちら、ソードビルド10の仮面ライダーエボルのクロスアーマーセットとアクションボディセットの2つセットです。はい、これは、最近発売されたものですね。もう買ってきました僕これこれね、アクションボディの方にラビットフォームの顔とかで、こちら、クロスアーマーの方にコブラフォームのアーマーとかがついてるんですけども、ドラゴンフォームをやってみたいという方はね、これの、扇風機ハーフボディ B サイド、こちらを買っていただくとドラゴンフォームの顔のパーツがついてますんでね、これ当たった方でドラゴンもやりたいという方は扇風機ハーフボディの方を買ってください。はい、これを2つセットで1名様に差し上げます。はい、そしてラストですね、今回の目玉となります、こちら。はい、
デラックス仮面ライダービルドスペシャルなりきりセットですね。トイザラス限定でね売られたものなんですけども、これ、新品で買ってきました。ビルドドライバーね、今買おうとしてもまあ5000円ぐらいで、この3つをね揃えようとなると結構な値段がしちゃいますよね。で、最近トイザラスに行ったんですけども、その時にこのスペシャルなりきりセットがですね3000円で売ってましてあ、これはプレゼント企画にいいなと思って買いました。仮面ライダービルドもね、もうあと2ヶ月ぐらいで終わっちゃいますけどもね、まだねビルドドライバーとかこの全部持ってない方いらっしゃいましたらまあ気軽にこれをね選んでいただいてねゲットしていただきたいと思います。はい、これは、このセット内容はね、このデラックスビルドドライバーとデラックスドリルクラッシャー、そしてデラックスフルボトルホルダーで、フルボトルが、4本ですね。ラビットフルボトル、タンクフルボトル、ハリネズミフルボトル、掃除機フルボトル、この4本がついてますね。はい、なのでこれさえあればもうかなりいろいろと遊べちゃいますね。で、一つね注意点というか、ご了承いただきたいのは、ここにねちょっと傷があります。これ最初からね入ってたんでまあ訳あり商品なんでしょうね。この辺にもねちょっと紙がめくれている部分があるんですけど、まあその辺箱は別にね気にならないよっていう方、まあこの辺のね気になさらない方でしたら、まあこれをね、まあ、中身は多分、まあ、新品未開封なんで大丈夫だと思うんで、ね、パッケージのこの若干の傷は気にならないという方でしたらこれをね選んでいただければと思います。はい、ということで、今回のねプレゼント品を全部並べてみました。まず2個のキャップと2個のキャップウルトラマンセット、食玩の火縄大大 DJ 銃ゴーストアイコンキラキラメッキバージョン4つセットで、熱血トーカーズの2つセット、ソード仮面ライダーエボルの2つセットで、こちらのね仮面ライダービルドスペシャルなりきりセット、はい、これをですね、欲しいよという方は、まずここから、応募方法を言います。まずですね、僕のトイズガオーのチャンネルを登録してください。で、その時にですね自分のチャンネルでどこのチャンネルを登録しているというのが分かるページがあると思うんですけども、そこを公開にしといてください。あの僕の方のチャンネルを登録されている方というのが分かる部分があるんですけども、あの途中までしか見られなくなってるんですね。なのでそのチャンネルを登録されている方のところに行って、でどのチャンネルを登録しているかというのを見て、で僕のチャンネルを登録されているなというのが分かるようになっていないとそのようにして確かめるしかちょっと今方法がないので、公開にしてない方は本当に申し訳ないんですけども、あのその自分がどのチャンネルを登録しているか見られるページを公開にしておいていただきたいと思います。で、二つ目ですね、僕のツイッターをフォローしてください。トイズガオーのツイッターですね。で、当たった方にはそのツイッターのダイレクトメールにてご連絡をいたします。この応募期間は終わって、抽選をしますので、その時にまあ発表はしますけども、その後にですね、ツイッターの方でダイレクトメールを送りますので、その時に、住所とかね、必要事項をお聞きしますので、そのツイッターをまずフォローしておいてください。で、僕が、フォローバックしますんで、そうすれば、ダイレクトメールがね、できますんでね、ツイッターをフォローしておいてください。その二つ目ですね。そして、この動画のコメント欄の方に、どれが欲しいかというのを書いてください。まあ、コメント欄なんでね、別に、まあ、欲しいものがない方でもね、まあ、いろいろとコメントを、まあ、書いていただいて全然大丈夫なんですけどもね、まあ、欲しい方は
これが欲しい、あれが欲しいということを書いて、今言いましたそのチャンネル登録と、ツイッターの方をねフォローしといていただきたいということですね。あ、それでこの YouTube のチャンネルの名前とツイッターの方のチャンネルの名前をですね一緒にしといていただきたいと思います。別の名前になっているとねちょっとわからなくなっちゃうんで、なので、そのチャンネル名とツイッターのアカウント名は変えられないですけども、名前の方はねちょいちょい変えられると思いますので、そのチャンネル名と同じ名前にしといてください。それでね、フォロワーの中から探しますので、そのツイッターの方の名前とねチャンネル名を一緒にしといてください。以上のようなことをねご理解いただきまして、応募していただけると幸いです。はい、締め切りはですね、いつにしようかな。ちょっとね初めてやるんで、ちょっとどの程度応募期間を設定すればいいのかちょっとわからないですけども、じゃあ一応ね、じゃあ1週間ぐらいにしましょうかね。1週間、今日から1週間にします。なので今日は6月29日なので7月の6日ですね。ちょっと7日が忙しいので7月6日の11時59分までにします。はい、まあ、この、まあ、今言った応募方法とかね締め切り日とかは全部概要欄とかコメント欄にも書いておきますので、そのあたりをよくね読んでいただいて応募していただければと思います。まあ、小さいお子さんはねお父さんかお母さんに手伝ってもらって応募していただければと思います。はい、ということでね、まあいろいろね今いらないものもたくさんあるんですけども、一応このためにね買ったものもあるので、どれがいいか選んでいただいてね応募していただきたいと思います。まあ、大前提としてね、まあ、1人1点でお願いしますね。まあ、セットならもうセットでね、これだけと、このエボルのセットならエボルのセット1個で、エボルのセットとビルドのこのセットは2つくださいっていうのはダメですね。なので1人1点でお願いします。はい、ということで、たくさんのご応募をお待ちしておりますので、これからもねこちらのトイズガオのチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、それでは以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。